佐藤食品工業株式会社は、愛知県小牧市に本社を置く、主に天然調味料、茶エキス、及び粉末酒を製造する企業。創業は1950年5月1日。会社としては、1954年10月21日に有限会社、佐藤食品工業所として設立し、1962年5月に組織変更により、 佐藤食品工業株式会社となっている。世界で初めてアルコールの粉末化に成功した企業である。1991年に株式を店頭公開し、2003年からジャスダックに上場している。新潟県の佐藤食品工業と全く同一の社名であるものの、表記はそのまま佐藤食品工業となっている。銘柄略称は佐藤である。2005年から SFCG グループの T、ゾーンキャピタルが株式を取得するようになり、増資などで出資比率が引き上げられて、2007年8月に SFCG グループが株式の過半数を取得する。しかし、2009年2月23日に株式会社 SFCG が民事再生法の適用を申請。それに先立つ同月20日に SFCG の子会社である、 株式会社ザシーが保有する当社株式に対して日本振興銀行が担保権を実行して親会社となった。なお日本振興銀行はその後株式を売却し2009年6月には親会社からその他の関係会社になり2010年1月25日に全保有株式を日産アセット株式会社に譲と日産アセットがその他の関係会社となった。 さらに2012年1月12日に実施した自己株式取得に対し、日産アセットは全保有株式を売却し、同社との資本関係もなくなっている。ありがとうございます。